こんにちは、インターシップ生のとりです。前回に引き続き FGO の紹介をします。今回はイリアス・フィール・フォン・アインツベルを紹介します。もうロリコンでいいやという名言があるほど、イリアのせいでロリコンになっている人はいるのではないでしょうか。フェイト・スタイ・ナイトでは、最高ではギリシャの英雄ヘラクレスのサーバントとして引き連れる最高のマスターとして登場します。生まれながらの聖杯の器となることが宿命となっており、反作用として発育不全や短命などハンデを背負っています。プリズマイリアでは小学校で主人公兼ヒロインとして登場。ある夜飛来してきたカリドス鉄器によって強制的に契約を結ばれ、魔法少女プリズマリアとなります。 FGO ではプリズマリアの魔法少女姿でサーバントとして登場します。クラスはキャスターです。貴重な単体宝具を持っています。宝具は2機のプリズマリアイリアの最終決戦でイリアが変身した最強フォームを再現しています。興味がある方はプリズマイリアのアニメ映画を見てください。今回は紹介はここまでとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。